はい。インサイドサンゴリアスです。インサイドサンゴリアス。はい。ちょっと突撃。はい。右に死んだところ。部屋落ちを突撃させてもらいます。いや、ほんといきなり突撃しようかなと思って、なんかこれだけは全泊に持ってくるみたいなのアイテムってある？最近は、うん、好きなグミがあって、おシャリモニを買って部屋で食べるっていうのが最近の僕の中のグミです。シャリモニね。シャリモニです。おすすめです。シャリモニ結構好きな人多いよね最近。今早稲田増えてきたね。どう、そのことについては。いや、嬉しいです。嬉しい。はい。早稲田会とかしないの？開催されたことない。開催されたことないです。でもなんかあんま面白くなさそう。早稲田会メンバー的だってさ。そうそう、めっちゃ、うん、一番上ズルさんやろ。でカッキーさんって別になんかまあ試合中あんな感じだけど、普段はさ本当あれ演じてる姿だから。普段は去年大地さんが、うん、その現役に対するっていうタイミングで、早稲田会やろっか、もう、やろっかみたいな話が出たんですけど、結局、流れました。じゃあもう一緒になります。じゃあちょっと今年中に、ズルさん、カッキーさん、早稲田会お願いします。お願いします。お願いします。今日は、インサイドサンゴリアスです。インサイドサンゴリアスです。出たよとか言っちゃってますけど。感じて上入りしてるんで、出てます。いや、ちょっと、そう言わずにさ、ちょっと一回座ってよ、ちょっと。ウイレちょっと一回やめて。ケイスキ、いつも試合前はどうやって過ごすの？部屋では。いや、何もしてないな。ちょ、テレビ消そう、まず。こういうメディア来たらそういうの大事にしよう。何部屋目これ。これ2部屋目。みんななんかおらんのよ。はい、いろんな部屋回っていくんで。はい、また、よろしくお願いします。ありがとうございました。川瀬選手の部屋行ってみます。インサイドサンゴリアスです。ちょっとお邪魔します。川瀬選手、どうも。どうも。お、お風呂溜めてますね、これ。うん、こんなん使ってますね。これ何これ？あ、これ化粧水です。化粧水使ってる。いい感じ。うわ、いい匂い。これも、もうこれも持てるわ。よし。よし。めっちゃくちゃいい匂いする。なんですか、それ。フェイシャルマスクって書いてます。フェイシャルマスク？こいつ、初めて聞いた単語なんやけど。パック。あ、そういうこと？これ、ね、パック。美肌はそれで保たれてんのね。じゃあ、美肌。美肌男子、美肌男子の川瀬くんでした。ありがとうございました。エバディ、ポチ。インサイドサンゴリアス。オッケー？オッケー。ルームツアー。あ、ルームツアー。オッケー。どうぞ。レッツゴー、レッツゴー。レッツゴー、レッツゴー。今何食べる？白熊。すっごい美味しい。美味しい？美味しい。美味しいね。気持ちいい。気持ちいい。オッケー、ありがとう。インサイドサンゴリアスです。ちょっと部屋見せてください、翔さん。翔吾の部屋なんかでかくね？あー、まあまあ、綺麗だね。何してた今？いや、ネットリックスの映画見てました。何の映画？松さんと慎太郎さんが面白いです。あ、あれヘルドックス、はい、結構、あれやん、過激なの見てんな。そう、サンゴリアスで仲いい選手誰？先輩ですけど、うん、石原慎太郎さん。おぉ。一番いる時間が、まあ、家も近い。じゃあ、慎太郎さんに直してほしいと。直してほしいところですかね。うん、ちゃんと自分の食べる量を、しっかり考えて注文してほしい。めっちゃわかる。あの人めちゃくちゃさ、注文するのにさ、全然食べるよね。いつも僕が残り物食べてる。わかるわ。正午の終わりには結構話してくれましたね、これ。でかい収穫。
ヤスさん、これ使ってよ。じゃあまた来ます。また、じゃあファンの皆さんに、一言。毎試合、黄色のものを持って、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。インサイドサンゴリアスです。やばい、ナオトといえばのやつ見つけた。はい、どうも。このセンガー、いや、ケアグッズ、これ、いやいやいや、これなんだっけ、コツマン職人。これジャパンの合宿の時俺もお世話になった。これ皆さんおすすめです。これ骨盤職人、これマジで必需、あの必需品。これ絶対お前持っとるよね、いつも運転するときも新幹線でも。で、ま、マジ何なんですか、一回座って、早く座って、一回座って。何嬉しいもらったの。ゴルフボール。え、ゴルフボール。ゴルフボール、お前ゴルフしない。ゆたかさんの意見代弁しました。え、実際は、その応援していただけるだけで嬉しいです。模範解答。100点ありがとう。100点、ね、気持ちだけで十分だよな。じゃあね、おやすみ。なんすごい色のヘッドホン。すごいの。ありがとう。すごいオレンジ。